最終第12レース出走各馬の登場。4歳以上石岡です。ダートコース 1200m、 メンバーは16頭です。1番スピリチュアル、今日の馬体重438kg、 前回からプラス 4kg、 鞍上はルーキー石上深道、単治量 53kg。 2番愛の戦士、514kg 変わらず、フォア田拓也 58kg。 3番グレースレニー、馬体重 466kg マイナス8、吉田豊 56kg。 4番グラントレジール、524kg マイナス8、小崎亮也 58kg。 5番ピーチズカンパニー、馬体重490kg プラス4、鞍上はこれが引退レース、牛澤智晴 58kg。 牛澤勝て。6番カイザープリンス、馬体重486kg プラス12、長野武蔵 57kg。 7番ジャーニーメモリー、馬体重が462kg マイナス6、柴田大地 58kg。 そして5番ピーチズカンパニー騎乗の牛澤智晴騎手は、このレースが現役最後の騎乗となります。27分に当たる国民生活の最後の一戦になります。騎乗の2本で決まってください。発走までお待ちください。12レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。受けて完勝。
差をつけた4番グランプリジールが2着、3着本戦から追い上げた13番クイーンアドバンス、6番カイザーブリッツは4番手、5番ビーチューズカンパニー藤沢騎士は集団やゴーゴールゴールとなりましたが無事に現役生活最後を終えます。1着11番シルバーゴースト、2着4番グランプレジー、3着は13番クイーンアドバンス、4着6番のカイザーブリッツ、5着14番オルガンザ、シルバーゴースト、アンジオは丹内優騎士、今日1勝目確定までお待ちください。